ねそうなんか出演されること前から知ってたんですけど来られることねあんださえそうあんださん来られてたえしかもさももちゃんさんのさどあの卒業ドレスめっちゃ可愛いい アイドル。キュルキュルのアイドルで、そう、ドレス。なんか、遊びに行った時に、ももちゃんさんに、ドレスとかね、すっごい可愛いのって話は聞いてて、そう、めちゃめちゃ可愛いのって,言って、えー、見てみたいですって話してたんですけど、私の想像を超える可愛さで、っ <laughs> なりました。<laughs> ちゃんんさ着てるの生で見たらもう可愛すぎちゃうやつだわと思ってめっちゃ可愛かったわらびまちさんピカピカありがとうりんくん可愛いありがとうかぎさんおむすびありがとうこんばんわらびまちさんだるまさんありがとうかぎさんハートありがとうけいさんミルクありがとうお茶もありがとうかぎさんハートありがとう夢むきつさんハートありがとうブルグレイさんハートありがとうえつリンさん ごはん、ありがとう。関さん、ハートありがとう。浩介さん。ごはん、ありがとう。ダンさん、ハートありがとう。高志さん、ごはん、ありがとう。こんばんは。浩介さん、ごはん、ありがとう。りょうさん、ハートありがとう。美容こうちゃん、ごはんありがとう関さんハートありがとう康介さんごはんありがとうダンさんハートありがとう高志さんごはんありがとうこんばんは康介さんごはんありがとうりょうさんハートありがとうメオこちゃんごはんありがとう四国にあずみん出演少し。え、そっか私もね、めっちゃももちゃんさんのね、卒業公演出たかったんですけど。 今日はちょっとレッスン頑張ってましたごめんなさいレッスン頑張ってましたいけな駆けつけれなかったそう見にもね行きたかったんですけどうん出れないなら見に行きたいって思ったけどレッスンやった夜までやちいさんハートありがとう松原さんごはんありがとうこんばんは え日暮らしの声ね日暮らしの声もアウターさんハートありがとう美和子ちゃんバラありがとうみきょ先生さんごはんありがとうタンタカタンさんハートありがとういやーももちゃんさんでも本当に昨日会えてよかった昨日のミヒーさん卒業公演一緒に最後出れてよかったです リオさんミルクありがとうお茶もありがとうえっバンジューねバンジューどっかで倒したいどこで倒せるかな明日は明日うん明日の夕方とかいけるよまたこれゲーム内で話そっか あとで顔出します夜配信終わった後にごめんね晩中倒す時間決めようゲームであとでヤズリーさんだるまさんありがとうアウターさんだご飯ありがとうリアん,パンありがとちゃんご飯あり,がとさんありがとうメオコちゃんピカピカありがとう夢夢けつさんパンありがとう舞ちゃんご飯ありがとうティーマイさんハートありがとう杉浦さんお茶ありがとうコウスケさんご飯ありがとう熊猫パパさんご飯ありがとうくまさんハートありがとう熊パパさんかわいい ありがとう。8月、え、今日長かった。長かった。<laughs> ゲイチャ、ゲチャ、めちゃくちゃに長かったです。今日のレッスン。増え昼から。久々だった。8時間。ちょっとだから、パターン9してました。さっきまで。こんばんは。ドフソーダスさん、ハートありがとう。クギさん、お茶ありがとう。ディオさん、クマちゃんのパン。ありがとう。 美和子ちゃん、ごはんありがとう。ティー v ーさん、ごはん。ありがとう。パンもありがとう。コウタさん、ハート。ありがとう。こんばんは。ひゆきのひろさん、そだたまん。ありがとう。こにゃまるさん、ごはん。ぷーたさんもごはん。いむきつハート。ありがとう。プーたさん、お茶。ありがとう。 あ、夕方大半の人仕事。え、そっか。明日明後日明後日だったら、配信もしながらできる。夜。あおにぎり。明後日の夜に、ライキング配信しながら、バンジ倒せます。ゆうさんかわいい。ありがとう。さくさんピカピカ。ありがとう。はぎさんミルク。ありがとう。 くんパンあり,んあ,りんありがとうスカルさんご飯ありがとうキ輝さんミルクありがとうえサンキーちゃんたちもヘトヘトになってたいやねめずっと踊ってたのでうん今日はしかもみんなでみんな結構しっかりずっと踊って頑張ったので8時間びっちり私もヘトヘトだみんなヘト ジさんパンありがとうゆずきんんお茶ありがとうスカルさんご飯ありがとうえっねキャプテン表記えなんかさ <laughs> これさえそうなん消えてるんですよねなんかさ次の日さ 見たらさ治ってるかなって思って <laughs> プロフィールのやつでしょ治ってるかなと思ったんだけど治ってななくらでもそうんか自分から言い出せなくってさ <laughs> つけてくださいってなんか言ってるみたいでさでもなんかつけ,つけなきゃいけないものなんだけど。 多分何かの不具合で取れちゃったんだろうね一回ついてたんだけど何かの不具合で多分取れちゃってですぐつくんかな一瞬の不具合かなと思ったら取れてて何か言えないんだよ何 <laughs> か言えないんですよ <laughs> そういや言ったらいいんやんって思うかもしれんけど なんかちょっと、なんか自分で言うの言いづらくって、人のだったら、人のやつだったら全然言うんですけど、自分のってなんか、なんか言いづらくて、<laughs> つけてくださいみたいな感じ <laughs>。ね、だからでもそう、でも、うん、なそうなんですよね。気づいて、誰か <laughs>。 <laughs> 気づいて <laughs>。でちょっとね、念送ってます。山さん、初見さん、こんばんは。ありがとう、ヤじーさん、お茶。ありがとう。ククさん、ご飯ありがとう、ナオさん、ミルク。ありがとう、コウタさん、ご飯ありがとう、ユズキさん、ご飯パック。ありがとう、よるがおさん、ご飯ありがとう。こんばんは。ギリギリ、ミヤちゃん、お袖頭ありがとう。マルシさん、ハート。ありがとう。あ、プレゼントいろいろ調べたけど、まだ決まってない。もうちょっと待ってて。え ありがとうね。嬉しい。待ってるじゃん。ありがとう。え、かすみおめでとう言ったよ。みんなでね、ケーキでね、お祝いもしました。ハッピーバースデーみきゃんさん、ミルクとお茶、ありがとう、さくさん、ご飯あ間違えた。パン、ありがとう、みやこちゃん、ご飯ありがとう、やさん、ご飯ありがとう。でよさん、ご飯のくまちゃんと。ありがとう、やさん、お茶。 そうだね、夏のツアー思い出すレッスン時間。うん。めっちゃ、久々だったかも、8時間は結構。うん。ね、夏はもう、夏の時はもうザラでしたね、8時間なんか。12時間だったもん。<laughs> 本番前。12時間ってやばいよね、今思うとね。朝の9時に集まって夜の9時までやってた。 研究生ツアーの時。うん、それ思うと短く感じるけど。でも、ここ最近だと、やっぱ4時間 ?4 時間、5時間。長くて6時間、5時間とかだったから。8時間は長かったですね、今日。え、広島駅ひだぐちゃ2.5期。現、電光掲示は見たえ、そう、今日までなんです。今日はね、私もね、ちょっとくるくるに誘われて。 もう一回見てきました。ラスト。今日最後なんです。ありがとね、あれ。メッセージ。メッセージしてくれたこと今夢夢吉さん、ハート。ありがとう。ジオクアレさん、かわいい。ありがとう。リモさん、かわいい。ありがとう。あ、誰かに言ってもらうくるくるに <laughs> くるくるに言ってもらおうか。しんいちさん、ミルク。ありがとう。ハートもありがとう。鈴鹿さん、育えたわ。ありがとう。 えボサッとした髪の毛えほんま恥ずかしいよちょっとボサッとしすぎてる今日は本当に何もそほどこうしてないから悲劇のヒーローさんを育てたわあ,ありがとうしみこうさんごはんありがとういや休憩はある12時間レッスンは間に1時間ありますしんごくんごはんあっ間違えパンあり,ありがとう M さんハートありがとう 事前にね、うん、何時間教えてくれるものなんですよ。何時間、何時に集まって、何時解散は事前に分かってる。で、みんなで、頑張ろうって <laughs>。今日は長いぞって <laughs>。先生とかと、今日は長いぞって <laughs>。今日は頑張るぞ,って, <laughs> 張るぞって言いながら、頑張るの。残業代、残業代。 <laughs> なんかね残業ではないんだよわかんないよねうんまあ頑張ってる頑張っても頑張った分だけあれだからね頑張った分だけステージよくなるから頑張ってますみんなでキャプテンの同足も出ることは全然そんなあれはないですよキャプテンだからっていうのひろさんお茶 ありがとう,う確かに弟とカズミ同じ誕生日だひろひろさんご飯ありがとうタンタンさんピカピカありがとうアンディさんご飯ありがとうミヤこちゃんご飯ありがとうルカヤマトさんご飯平気のヒエさんご飯バンジャーモンスターさんご飯ありがとうルカヤマトさんお茶ありがとうえおきまい公園も見に行きたかったうん 結婚してた <laughs> ねえ私は誰と結婚しようかな <laughs> えもう安みは卒業するまでってか一生に育て決めたほんまに嬉しいありがとうまた会いに来てよ会いたい嬉しすぎる中山とさん ミルク、ありがとう、ろしいいつもなりたいのさん、ピカピカ、ありがとう。そうだね、先生も12時間いや、先生、先生、すごいですよ、本当に。なんか、今の、研究生担当してくれる先生、すごい、すごいんですよ。なんか、 多分他にも ST だけじゃな,、ね、じゃなくって他ののんか普通にダンス教室のお仕事とかもダンスレッスンの別のダンスレッスンのお仕事とか持ってたりするのに何だろうなすごくフットワークの軽さがあるというかそこにねフットワーク軽くすごい ST48 のレッスンに。 こうたくさん来てくださるからこそその12時間レッスンとか8時間レッスンってね実現できてると思うんですけど先生がねすごいんですよ本当にだからなんか何だったかななんかの時クリスマスだったかななんかね忙しくって多分全然実に入ったみたいな <laughs> 前々日私たちのレッスンも全 予定がレッスンが「えっ!?」みたいな「この日休みだったのに全然日がいに気に入った!」ってなって「嘘でしょ!」みたいな感じになっててでその日行ったら先生の予定の方にも私たちと同じタイミングでポンって入ったらしくてそうだからそれはだって自分らはさこれがお仕事だからさこれしかないけどさ先生は STU だけじゃないんですよやってるお仕事って STU 以外に他に。 ダンスや、のレッスンやってたりする中で、そう、えありがとういす。いや、もうなんか、すみません、ありがとうございますってなりました、もう。本当に。でも、もう一,時一年たち、一年まだ経たないか。今の緊急生の先生と一緒に。夏で1月か。あ、ま、1月じゃない。だめ夏で1年だ。だからまだ1年は経たないけど。 もうね結構密度濃こくこのツアーからね先生と結構時間過ごしてるからもう女の先生なんですけどそういろいろダンスのことに限らずいっぱい話す仲になりました森り,りさんパンありがとう平気キのひろさんハートありがとう 森森さんミルクありがとう。主さんお疲れ。ありがとう。サクさんミルクありがとう。マックン結婚して。ありがとう。そう。これね。クパパさん結婚してありがとう。え、でも禁じられた二人やりたいな。クるクるとね。平気のヒーローさんアート。ありがとう。ねえ、安住のすず子はグリアリかフェニックスか <laughs> えー、大きいところでできるに頑張る。うん。 頑張るよ。くくさんお茶、ありがとう、大志さん。くまちゃんのパン、ありがとう。ヌシさんお茶、ありがとう。しみこさんお茶、ありがとう。りあくん、ご飯、ありがとう。ねえ。先生、ほんとに先生なの先生、何時間だいや、ほんとに何時間だ <laughs> 出るんだろうって思うんだよね。ゴレヒロさんお茶、ありがとう。まあ、でも、 今日はだから8時間かな。同じ稼働時間的にだったら。昼から夕方からい遅くまで。ゴレイロさん、ピカピカ。ありがとう。ゴレイロさん、パント。ご飯ありがとう。メャコちゃん、結婚してありがとう。モリモリさん、お弁当箱。ありがとう。シミコーさん、結婚してありがとう。サツさん、ハート。ありがとう。前髪が ヘイブッツさん、ハートありがとう。ひらもんさん、ご飯、ありがとう。ちっちゃいと二人ね、やりたいよね。ナーニーさん、ご飯、ありがとう。ヌシさん、ミルク、ありがとう。お茶もありがとう。いや、あのさ、7周年のさ、サンキちゃんのオープニングアクトのメンバー出たじゃないですか。4人、4人だった。4人だったのちょっとびっくりした、私。もう、なん、もうちょっと多いかと思ってました。うん。お、少なくても、 少なくても僕隊の人数八まあ66か8かいるんかなーと思ってたら4人だからそうだから今日さんひーちゃんと話してて「2.5期さんみたいですよね」って4人だから「2.5期さんを目指せってことですかね」って2.5期さんとのみたいのあの時のステージみたいな感じですね くん結婚してありがとうとっちゃムーさんハートありがとうこんばんはねえ懐かしいでもあの時も4人で「かかつ」とか「かかつ」か「かかつ」のオープニングクトしてたからあんな感じになるかもね懐かしいです え嬉しい嬉しいあずみんメールあずみんにしてくれて嬉しい <laughs> ありがとう虫さん偉いありがとうえー、ちょっとじゃあお手本にしっかりお手本になれるようになりたいと思いますさん <laughs> 2.5期さん,期さんしっかりお手本にならなきゃ ねえ4人確かにずっと一緒だもん4人はね人数少ないからね4人でずっと一緒だったから4人で「当日ロビーで盛り上げまする」って書いてあった時何するんやろえね書いてあったねあるんじゃないなんか楽しいことがさんきちゃんがロビー出て だから近くでね、サンキちゃん多分会える機会あると思うから。それもおすすめですよ。ちなみに、あともう13分で終わっちゃうんですけど、一般販売の申し込み、今日の23時59分です。70年待ってるね。待ってるよ。初日、兵庫。待ってます。 いつの間にかね髪の毛も伸びたしサャクさんピカピカありがとうえ松坂ピースウィングでスタジアムコンサートできるようになったしえ夢ですよ本当にピースウィングとかねやりたいドームも行きたいです夢は大きく <laughs> 行きたいよね行きたいですアイドルやってるからアイドル人生一度はドームとか立ちたいですよねみんなで立ちたいです 夢見てますよ立てるように頑張るえっ今日あったかかったうんあったかかったですなんか今日さ <laughs> レッスンの前にさあのくるくるとねあの広島駅でけ電光掲示板見に見行ってたんですよでそので2人でレッスン場まで歩いて行っててその で寸上の近くこう歩いてる時になんか後ろからチリンチリンって自転車の音が来たからああと思って後ろ振り返ったらすごいなんかサングラスの人がいて <laughs> え誰と思ってすいませんと思ったらなん避けたんですよで避けて行くんかと思ったら行かずになんか見つめてくるからえっと思ったらマネーージャーさんでした <laughs> 一瞬そういっつも。 サングラスとかかけてる姿見ない、見ないんだけどさ、日光が暑くって自転車乗ってて、多分日差しでサングラスかけるんね <laughs> 誰 <laughs> なんでなんでいかんのこの人と思ったら、そう。<laughs> そう <laughs> びっくりした。こんばんは。イオン2さんハート、ありがとう。 あ、7件全部行くね。ありがとう嬉しい。康介さん音符。ありがとう。え、そう、ラッキーセブンシートもあるし、ね。そう、来てほしいです。初日のチケット。嬉しい。お出迎えとか。ねえ、サンキちゃん、サンキちゃんロビーでなんかこういろいろしたりあるらしいし、オープニングアクトも。 ケイゼディンさん。お米とパン。ありがとう。ダルマさんもありがとう。ヨシかツさんも。ダルマさんありがとう。え、そうなんよ。ベル。チャリだ。<laughs> チンチン <laughs>。そう。あ、やばいと思って。マジで、世界止まってた。二人。二人で、世界止まりました。 えサーフレー勝ったねうん、今日すごい、2 0ねだって、シーズン最長、負けなし、ここまで負けなしなの、シーズン最長、ね、多分すごすごい、本当に、やっぱり、新スタジアム効果もあるんかな、選手の方の、やっぱり、熱。 気持ちの中に新スタジアムっていうのがやっぱちょっとはなんかこうプラスにプラスにっていうかなんかこう勢いの乗ってる部分あるのかなってすごい思うすごいよねあるよねでも行きたいブログ上がったら X で告知する提案マとっていうえっそうなんですよ ね今ね X で告知してもらってるミスターホワイトさんお米とピカピカありがとう確かにでもモチベって大事だよねモチベ大事ありがとうケーセンティさんお茶とミルクありがとうえチケット買えないよね本当に うん、だし完売だしねうんずっとね満席ですごいあ怪我がに多くて大変なそっかいやでもえそっかでもこれからさ日なしだろう気温的にも暑くなってくるしよりなんか怪がしやすくなりそう体力奪われちゃうし暑さって。 えー、このままいってほしいな勢いこの勢いでまだ始まったばっかりだからねでも今シーズンもうっちーさんご飯ありがとうリアポールさんご飯ありがとうしょうがく君 パン、ありがとう。ピースウィングでコンサートやってみたい。夢、本当に夢。うん。あそこを埋めれるぐらいになる。<laughs> てか、立てれるぐらい。でも、どうなんかなちょっとさ、なんか前もラジオで、そのピースウィングの方とお話ししたときに、やっぱり、 あのー、近くにあのー、あれなんですよ建物がいっぱいあるからあそこってだからその総問題的な観点で今,今は多分まだそういうライブとかはちょっと厳しかったりもするっぽいかったからでもいつかねそういうのもなんかこう考慮されいろいろなんか設備がなんかまたそういう。 できるようにあそこの環境が整った整った整って自分たちもあそこに立てるぐらいになって立ちたいですねピースミンク行きたいで立ちたいよ将来的にね立てたらいいなん真一さんハートありがとうえっコンディションいい嬉しい 本当でも今日はもうボロボロだよめっちゃボロ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 だからボロボロだからえー、え四、ー、4人が僕対流うちんで兵庫でやってってでもえラストなんよ次 18? が4人で多分ラストなんですよね 最後の僕隊なんです行きたかったな兵庫ピースウィング2万なんぼぐらいかな2万今さっきなんぼって書いてくれてたっけ2万2万5千か2万5千… こんばんは。リキア君ハート、ありがとう。え、でっかいよね、ビースイングね。しかも桜も、綺麗に。そう、正式に18がラストなんです。確かにグランドコミなら、アリーナもってなったら。 タンたたんたんさんポップコーンありがとうピカピカもありがとうこんばんはマックス28500百、はあ、<laughs> すごい28500だってすごいな MC さんハートありがとう M さんハートありがとうねえ桜なんかお姉ちゃんがあのカメラ持ってて結構ちゃんとしてる本格的なやつ一眼一眼っぽいやつで桜撮りに行きたいって言っててだから私のこと撮ってって <laughs> 頼んだ今日。 どっかのタイミングでお姉ちゃんに桜取ってもらいたいのぶろぶいさんハートありがとうしめこさんハートありがとう桜とあずみんね今がねめっちゃね咲いてるよね桜綺麗すごく桜とあずみん すたいですああ今週末くらいなんだでもそっかなんかさ急だったくない桜咲くのなんかちょっとずつ「あ桜が開花」じゃなくて急に「あれ咲いてる!」って感じだったなんか桜の咲き今年急に暖かくなったからかな慎吾さんハートありがとうえ桜の季節いいよね かる桜っていい春好き今過ごしやすいすごくあったかいえウォーキングしたんだいいなこんばんはね急だったよねあ今年の桜開花から満開まで大変ですよなるほどね慎吾さんハートありがとうベイマンさんあらありがとう 確かに。え、撮影会の野外いいな。太陽光。室内よりも野外の方が可愛い写真いっぱい撮れそう。千賀さん、ハート。ありがとう。こんばんは。ねねいつの間にか満開になってたよね。え、夜桜いいじゃないですか。桜いいな。わかる夜もね、寒くない。 今日もあったかかった夜ちょうどいい温度感ねえ確かにまた懐かしいね浴衣の桜の、うん、間違えた浴衣の写真撮ったやつ写真撮ってもらったやつお話し書いてじゃあ誕生日ます13位しみこうさんありがとう1 2七二さん ありがとう。11位、杉杏さん。ありがとう。中0位、ぬしーさん。ありがとう。9位、りおさん。ありがとう。8位、くまねパパさん。ありがとう。7位、みやこちゃん。ありがとう。6位、こうすけさん。ありがとう。5位、さくさん。ありがとう。4位、ケースティンさん。ありがとう。3位、たつばらさん。ありがとう。2位、もりもりさん。ありがとう。そして1位は、ドゥルル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 ル。バン。ゆずきちさーん。 ありがとう。え、神戸の桜もめっちゃ綺麗だった。うん。ミーヒンさんの、そう行った時に神戸行って、桜めっちゃ綺麗だった。どこも綺麗、今。そう見れたの。あの、行く途中に。会場を向かう途中に。<laughs> じゃあ、ねーずーで終わります。せーのって言ったらねーずー出てください。せーの。なーにー。 ありがとう。あ、明日ね。午前中配信する。届いたかなありがとう。おやすみん。